がんばれ元気、頑がんばれ元気、頑がんばれ元気は、小山優による日本の漫画、ボクシングを題材にしている。1976年から1981年にかけて、週刊少年サンデー、小学館に連載された。単行本は、小学館少年サンデーコミックスより、全28巻、ワイド版が全12巻刊行されている。 第22回小学館漫画賞少年少女部門受賞作品。明日の女王、原作、高森麻生作画、千葉哲也と並んでボクシング漫画の名作に挙げられる作品である。劇画調の迫力のある試合描写や主人公を取り巻く人々の人間ドラマは本作の見どころとなっている。かつて明日の女王に感銘を受けた小山優が、 戦いの中で成長する物語を描きたいとして、これまで執筆した作品に用いていたギャグは、一切使わずに連載を開始した。歴史的大ヒット作となった、明日の女王を意識するなど、既存のスポコンものの図式を忠実に踏まえつつも、アウトローの魅力をふんだんに盛り込んだジョーとは異なり、明るさや優しさがあり、真面目な主人構造や、貧乏な家庭に育ちをさなくして、 両親を失うが、裕福な母方の祖父母に引き取られ、不自由のない生活を送るといった境遇を描ききり、ボクシング漫画における新機軸を打ち出した。作者は本作について、明日の女とはすべて逆の物語にしようと考えて、執筆したことを語っている。その象徴として、主人公、堀口元気の師匠にあたる父、シャーク堀口が、明日の女における丹下男平や、 巨人の星における星一徹のように、自らの果たせなかった夢を弟子に託そうとしない点が挙げられる。漫画評論家の米沢義弘は、明日の城弟子を描くまでにエスカレートしたスポコン路線のスポーツ漫画が、1970年代も後半になると再びかつての明るく元気なスポーツを描くようになったし、その例として、頑張れ元気をあげている。 同じく漫画評論家の村上智彦も広いさやドラマチックさをなるべく描かない等身大の少年による日常的な作品として本作を挙げた。また、ボクシング解説者の軍司忍は本作の試合場面描写のリアリティについてルールを守った正しい打ち方でルール違反は一つもありません。違反なしにボクシングの技術を描くことは大変難しいことですと、 評している。これに対して、漫画研究家の岩下智代は、主人公の競技に挑む、動機づけが、必ずしも、父の復讐ではない点から、米沢が唱える、健全さと、明るさという評価に一部同意している。その一方で、暗さ、常年、生死をかけた戦いという点については、連載終了から30年近くを経た2010年代の視点から見れば、 主人公及びそのライバルたちの背負った人生も十分に壮絶なものとして、米沢の評価にことを唱えている。岩下は本作品について、梶原一気的なスポコンのアンチを模索する中で、むしろそこで描かれていた主題をより鈍化した物語構造を手に入れたと指摘していい。また、漫画評論家の際あわがは本作について、貧困と密接に結びつけられた。 明日のジョーの精神性を否定する構造とはなっているもののシャーク、堀口の死に至る経緯に象徴されるドラマ的で山ごもりをして熊と格闘や突如として超人的に覚醒といったファンタジックな要素は残されていたとしている。が、少年サンデーの作品らしく、ヒアウトローを標榜して人気作品となることには見事成功したとし、本作が打ち出した。 主人公が近親者の死を乗り越えて努力し、一大気の形で夢に挑戦をするといった物語展開は、サンデー史上に掲載された、タッチ、足立みつや、マイヤー、三津田拓也などのスポーツ漫画に踏襲されたと指摘している。5歳になる、堀口元気は、土佐周りのボクサーであり父のシャーク堀口と共に、各地を転々としながら、生活を送っている。そんなある日、 父のプロボクサー復帰が決定。慣れないフェザー級での試合ながら、連勝を飾るが、天才ボクサー、関賢治との死闘の末、帰らぬ人となってしまう。やがて時が経ち、世界チャンピオンとなった関は、腐敗の王者として、ボクシング界に君臨する。一方、元気は、母方の祖父母に引き取られ、田舎で何一つ、不自由のない生活を送っていたが、 志し半ばで倒れた父の夢を実現するため、密かに練習に取り組む。元ボクサーの三島英二、恩師の足川優子らの支えもあり、成長を遂げた元気は、中学卒業と同時に単身状況、席を倒すべくプロボクサーを目指す。声優は、テレビアニメ版のもの。 テレビアニメは1980年7月16日から1981年4月1日まで、全35話、東映動画、現、東映アニメーションの制作により、富士テレビ系にて放送。リンダロー小松原和夫、向ク高村というアニメ映画、銀河鉄道39のスタッフの夫人で挑み、雪室俊一が一人で全脚本を執筆して、 長期シリーズになることが期待された。ヒッとして長期放送となることを見据えて、原作に追いつかないように、アニメオリジナルエピソードも実際に盛り込まれている。リンダロウと小松原和夫は元気の子供時代をじっくりと描きたかったが、スポンサー等の意見で途中で中学生に成長させ、その時点で小松原は交板し、キャラクター設計と作画監督は、香西隆夫に交代。 オリジナルエピソードの導入や演出の妙により原作の湿気のある人情ドラマが緩和されており生活感のある描写を評価する声もあったが三島栄治の死のエピソードまで進行したところで放送は終了となった本作の後番組となったドクタースランプアラレちゃんは大ヒットとなり2001年3月21日放送の ワンピース第62話第63話まで、この枠では、約21年間東映アニメーション作品が続くこととなる。本作の制作に関わった、雪室俊一、岸本松二、花井正明、二宮健二、宮下茂、向尾高村、花井正明、佐野正氏は、5番組、ドクタースランプあられちゃんにも参加している。クレジット表記は、 東映動画作品では珍しく縦書きだった。1980年7月、日本コロンビアより発売、オリコン最高位3位。放送日時は、福島テレビ以外、1981年3月中旬から4月終了時点、放送系列は放送当時のものとする。1977年5月24日、日本放送にて、オールナイト日本特別番組として、 本作のラジオドラマが放送された。4時間ぶっ通し制放送のラジオドラマ第3弾。スタジオには、リングや、サンドバッグも設けられていたという。1977年5月21日、CBS ソニーより発売。ラジオドラマに続いて、少年サンデー創刊戦合記念として、主演、田川陽介で本作が舞台化された。会場は、砂防会館で、 1977年8月29日から31日の3日間、1日2回公演であった。脚本は、折戸信弘、演出は、福沢富夫。田川は舞台を前に競泳ジムに通い、当時 WBA、世界ジュニアフライ級チャンピオンであった、不試験陽光の特訓を受けたという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。